こんにちは、伊藤和恵です。松村ゆうきです。今日はですね、お寿司屋さんに2人でやってきました、はい、なんとこれは松村くんの書いた字下手だな、紹介の仕方が。さすがですね、達筆の先生です。ここまで命がけのドライブ、伊藤和恵さんの運転で無事に着くことができました。よかったです、ほっとしてます。はい、そうなんです、これはあの安尾が、宮田安尾さんがですね、スクローズにというか、ちょっと店の看板変えるんで書いてよっていうことで数年前に書かせていただきました。すごいですね。はい、なんと宮田康夫さんのお家です。スクローズの私の恋人役だった方です。はい、そうです。じゃあちょっと私初めてなんでドキドキですけど。そうか、お店初めてか。そうなの。でもね、宮田君には何回か会ってるんだけど、ここじゃなかったんだよ。現場で会ったことはあんまりないんだ。そうだって、もう役者辞めちゃったもん。まあなんでちょっとお寿司も楽しみです。高級、ほら、ね、お品書きないよ。ないよ、ちょっとドキドキする、ね、ドキドキするお寿司屋さんですよ。どんなことになってるんでしょう。行きましょう。行ってみましょう。はい、やっちゃえ伊藤和恵チャンネル。もう全然もうおろ酔いでやってるよ。そんなことないけど。お茶けで。私お茶なんです。はい、じゃあ、お茶飲みです。よろしくお願いします。ああ、生きててよかった今日。いいの、おいしそう。あの、風の運転で来たのよ。途中でもう共感よ、共感ブレーキなのに、うーんって踏ん張りながら。なんでそんなに荒っぽい運転してないよ。荒くないね、もう車間がとても丁寧に開くから。開くよ。間がバカバカ開いてくるんだよ。シーマでしょ、シーマ、ね、有名な、あの有名な、ね、いや、ぶつけちゃいけないし、嫌だな。それもあって後ろから追突されたら前にもぶつかっちゃう。そうだ、だから車間めっちゃ開けるように。そうなんだ、だからバカバカ開いんだよ。でもあれじゃないの、あのそんなにもう綺麗にしてるシーマンだったら有名だからさ、みんな前の方が避けるんだよ。あ、それはないけど、なんか結構駐車場、スーパーの駐車場とか見てると、うんうん、みんな写真撮らせてくださいって。そうだよね、うん、言われる。目立つ、ね、めっちゃ目立つ。なんかジンベエザメみたいな顔なの。なんだよ、かわいい。もうあんまり走ってないでしょ。そうだね、近所ではね、あのシーマはないだろ、中古でも出てなかった。いや、中古あるんだよ、結構ね、乗ってる人いるんだよね。まだ綺麗じゃないんだよ、うん、ちゃんと直して乗ってる人結構いて、まだまだある。あれは人気あったもんね、うん、いや、車といえばこの人よ、ね、ソアラ乗ってたんだよ。あ、ソアラだ。ソアラで、もうね、俺憧れだよ、憧れのソアラに、ね、乗ってて、その後 BM か。そうそうそう、もうだからとにかくね、自動車好きだったね。自動車好きだし、あとファッション。あ、なんだかじゃん、いつもニコルかなんかでさ、こじゃれた格好して現場来んのよ。あんなすぐ着替えてジャージになるのにさ。で、みんなもうズタボロのジーンズかなんか T シャツで着てるのに、山下さんでさえなんかチャラチャラしたジーンズと T シャツなのに、うん、ニコルで来んの。ニコル？おしゃれ。ちょっとそれはなんかあったね、こだわりがね。あのね、学校行ってたから。なんの？いや、学校行ってた。やだから、ヤガクニだからなんでニコル。まあ、みんなほら、おかしいだろ、それ。学校行かなきゃ。働いてる人が多い。そうそう、ヤガクニ。センスがいいのよ。すいません、じゃあ大将、あの、美味しいものをください。はい、あの、おすすめを。はい、お任せで。お任せで。もう、今日は伊藤さんの懐から。ね、ここさ、私さ、最近回るところしか行ってないからさ、うん、この値段が書いてない、この、あの、表を見るとドキドキしちゃう。そうだね。これ、時価ってことでしょ。
直なんだろうけど、直だよね。だってほら、その日取れるものとかさ、値段によって変わるっていうのは普通だもんね。そう、マジじゃねえことだよ。そうだよ。だってあの、直ってことはみんな値段が決まってないと思うかもしれないけど、値段が決まってるってことは、相場が安くなってもその値段取るってことだ。そうだよ。直ってことは、安く入ったら安くして、だから今日は何がいいのって聞かれたら、あ、今日は安くてこれが入ってるって言って進めるから。なるほど。悪いことではない。どっちかというとこっちは親切なんで。そうそう、いや本当そうなの、うんうん、だと思うよ。あまりそういうこと言うと定価出してるところのお店屋さんで悪くなっちゃうけど、例えば高級な魚とかさ、例えばフグとかさ、高いじゃない、うん、だけどフグだって安い時だってあるわけ、うん、だけどいつもフグは高いからそういう値段設定になっちゃう、うん、寿司屋とかはさ、昔からさ、その時安いのがあれば安くね、知り合いのお寿司屋さんっていうのは安心で。そうだよね。そうだね。知らないところでこれでさ、いきなり。みんないい人ばっかりじゃないからね、お寿司屋さん。そうだよ、ね、知り合いだからっていい人ばっかり。知り合いで、ね、いや信用してないから。こっちもさ、知り合いでよかったなと思うじゃない。お寿司屋さんとかお医者さんとかお坊さん、知り合いでいるのといないのって雲泥の差だ。そうだよね。あとお坊さんとかね、お医者さん。お医者さんね。うん。そのランクだから、うん、まあ、この人の信用で成り立ってる、うん、特に食べ物でそうだよね、今時は。安尾がさ、いや、お寿司屋さんの息子ってことはしてたよ、うん、で、お人にもなったよ、うん、昔、あのドラマ出てる時で。だけどさ、安尾が握った寿司と思うとさ、なんか一緒に遊んでたイメージがあってさ、ちょっとやっぱり引くのよ。俺が例えば何かやってもさ、お兄ちゃんなって思うとかあるじゃない。修行したとはいえよ。だけど一回全くプライベートで友達と来たのよ、仕事関係なくね。そしたらもうお客さんとさ、もう馴染みの常連さんとさ、もうお父さんの代からの常連さんもいたろうけども、普通にもう店の大将として喋ってるのを見てたら、その対応を見てて、この人の寿司は食べたいんだと思うね。まあ、昔から話は面白いし楽しいんだけどもさ、なんかもう遊んでるイメージしかなかったからさ、この人が寿司握れるわけねえだろっていう思いが半分あったけど、一番最初は。だって今そうじゃない、どう、ね、でもさ、作ろうぞ終わって何本かやった、まあ、そのあと、うん、そうそうそう、やったよ、だって修行しながら、うん、そう、それでもまあそのあとすぐ、まあ、うちの父親の知り合いのお店だったけど、うん、そこに勤めたよね。治療に行った。そうそうそう。だけどさ、スクローズって夕方再放送してるじゃん、うん、捨てたじゃないですか、うんうん、だから夜さ、出勤するとさ始まってんの。あれ、これお兄ちゃんだよねなんでこの寿司やってるの本物とか言ってたら、親方がうちは偽物お金よ。まあ、うまいね。面白い。さすがだね。うちは偽物お金よ。好きなだけ。やったー。これはあの会見は伊藤和也さんと行くんですよね。あ、そうです。まだあのギャラが入ってこないんで、はい、じゃあギャラ分だけ取れちゃいましょう。先に YouTube の儲けが全くないんで、まだ切実な話はしないの。いただきましょう。じゃあいただきます。こういうのって時間経つと怒られるんで、大丈夫。そうだね、仕事がいかないんだよね。つけてって、つけてこういうのは、あの大将、はい、宮田先生、あの手でやる人とお箸の人という、どうしたらいいんでしょうか。どっちも好きなんで、ただ好きなんで、まあ、何度もどうもない。ちょっとせっかく、別の手だったので、どけた、どけた。最初何食べた。トロ、うん、本当ろ、美味しい。しかもさ、何このシャリがさ、ちょっとしかないから、うん、もう、なんか魚の味がダイレクトに来るわけよ。うまい、うまい、この比率いいね。うまいな。おいしい。ちょっと回る寿司と全然違う。そりゃそうだよ。直です。おいしすぎる。うん、おいしい。うまいね。ちょっと赤身だけどトロに近いね。トロか、赤身だね。赤身だ。あとね、全部外れてよ。一番最初大トロって言って中トロって直されて、今中トロって、トロっぽくないな、うん、そうだ ね、すごい脂も乗ってて、柔らかいし、いい感じに
ですダメだね、うん、赤身の良さもあって、うん、これなんかシャリのバランスがすごいいいね回る寿司だとさそこで比べるのはちょっと失礼なんだけどシャリとさ、うん、あなんか機械でやってるってもあ、ね、同じぐらいじゃん半分半分ぐらいだからすぐお腹いっぱいになっちゃう確かに確かにであんまりその魚の味を堪能できないっていうか、うんこれは何だろう、ちゃんとそれはヒラメヒラメかわいいね、バスかわいいな、なんか幸せそうな顔幸せすごい歯応えあるこれでお酒飲めたら最高だね、うん、シーンも浮いてっちゃえば浮いてって明日一日置いてピュッとくれじゃんお酒飲んじゃうと途中で味わかんなくなっちゃうそうかそんなことないか、うん、でも、これは酒なしで楽しめね、美味しいね美味しゅうございますありがとうございますそのお寿司屋さんになるのに抵抗はなかった全然なかったなかった昔から嫌いじゃなかったからねうんでもちっちゃい時から手伝ったりしてた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 だから出前とか好きだった出前とかよく行ってたしねすごい奥さんいつも綺麗だねそれだけちょっと面白いマセガキだそう面白いねマダムキアで不思議なちょっとこじゃれたあのセンスになってるかなでそれこそスクローズ好きな人なんか男ばっかりだよそうだよ絶対そうだと思うよだって宮田くんいたらみんなスクローズも来るよね、まあ、そうそうそう会いに来たいよね、うん、そう握ってくれんだそうだから歌のこの人はガールオーマイガールって歌ってた頃は、うん、女の子いっぱいこう多分そうだよ、ね、来たこともあると思うんだけど、うん、スクローズはもうほとんど9割男だよ、ね、それでね、みんなね、うん、僕いいなと思うのは、うん、ちょうど見てた、くれた人が今ちょうどやっぱり50代半ばから後半ぐらいで、うん、みんなやっぱり社会的にもね活躍してる人が多いんだよね本当にね、純粋にね、嬉しいなと思うのね、うん、だから僕は学生時代にああいうの見てなんか心強くなって、うん、それで頑張って、うん、今こうやってんですって言ってみんな一線で活躍している人ばっかりだから、うん、なんか良かったなと思う、ねうん、本当思うよその人伊藤和江と恋人だったんですかっていやそれはよく聞かれるよよく聞かれるそれはそこで聞きたいですよそれは現場で何回ぐらい会ってんのよすごくね心細かったの学校みたいにみんなと朝行ってさっきの話じゃないけど朝行ってこう泥つけられて、うん、一緒に練習してそうみんな学校みたいにやって終わるでしょ、うん、終わって学校が放課後に一人残ってこれから撮影みたいな感じが多かったからちょっと寂しかったみんな帰っちゃってそれでまだ1つか2つぐらいだから、うんうん、だからなんか居残るみたいな居残りみたいな寂しかったっていうのは記憶になるね。そうか。だからじゃあそこではあったんだね、何回かね。そう俺全然なんかもう馬に乗って神社に現れたのをオンエアで見ただけだから。あ、そっか。和江は一体どこに出てたんだろうなと思ったぐらいだもん。本当に出番も少なかったし、うん、みんなと会うところなんてほぼなかったからね。うんうん、一番初めのシーンはどこだったんですか。一番初めのシーンってなんだろうね。覚えてないんだよ。え、神社？絶対覚えてない。あ、多分神社だね。神社で私が馬で現れた。だって僕が、あれが馬上から失礼します馬上から失礼しますは風よりか、うん、山下さんの方が僕が印象的だったなんでなんでかっていうと、うん、あのシーンもあの最後の方に、うん、稽古が馬に乗って出てくるから、うん、それも印象的だったんだけど、うん、あれね、撮影し始めてまだ何日も経ってなかった、うんで、その時に山下さんとまだ知り合ってそんなにもお話もしてなかったのに、うん、酒止めのシーンでそうそうで階段の シーンで山下さんが「おいお前よ」ってこう照明こうやって待ってられてる、うんうん、ここはさ何回も酒止めさせられてしごかれてるシーンだから、うん、芝居でねそんな辛そうなことしても伝わらないから言いそうでしょ言いそうもう今想像ついた言いそうでしょおいだらお前ねこれね待ってられたうざい時やれようるさいおっさんいやこの人何言っちゃってんのみたいな、うん、汗まで自前かよみたいな感じでもう 足がつるまでやれよみたいな何言ってんだこの人みたいな、うん、なったんだけど、うん、それの方が印象的で、うん、やったの結局それで一緒にやろうっつって2人でやった2人で2人で俺もだって
こうなるわけだ、負けだからっつって、それで待ってる間、ずっとあれ下で2人で、すごい。でも一緒にやるのはすごいね。すごいね。でもあの分かるでしょ。分かる。分かるじゃなくて、あのほらみんなでさ、悔しいですって安尾が言った場面のところも、うん、みんなに言ったっていう話をこの前したんだよ。はいはいはい、ね、みんなこんなのこんな途中で食事休憩入っちゃって、はいはいはい、気持ちができないんだからお前ら飯食ってる場合じゃねえぞみたいなこと言ったけど、いや食ってきますよって言って。そうそうそう。お腹すいたし。ふざけんな、こんな感情がね、そうそうそう、マックスなんの時にダメだろうって。いやその時は僕思ったよ。お前飯食うのかよ。食うでしょ。お昼だから食べるでしょ。この人何言ってんのかよく分かんなくて。それで帰ってきたらさ、あんなすごい芝居しやがって、なんだできるじゃんと思ったって。なんだ食ってもできるんだなって。いや、多分食わないとお腹空きすぎて涙も出ない。逆にね、うん。だってエネルギーいるもんね、泣く芝居ってすごい。そうだから、今になってみると分かるんだけど、うん、分かるからさ、お腹減ってるしさ、逆にお腹が鳴っちゃうよね。うん、お腹食べて頑張ろうっていう、うん、別にそんなにね、あれじゃなくて、大人になってみるとさ、やっぱりあんまりお腹いっぱいだと眠くなっちゃう。でも、はい、な、山下さんあの時32だぜ。まだ若かったよね。そんな年寄りでもないしな、うん、ただ、精神的な部分ではね、確かに感情的な部分ってさ、あんまりお腹いっぱいでやるよりは、うん、空腹の方が乗るっていうのがあって、先輩としてなんかどっかでちょっとみんなに言いたい、あといいシーンにしたいって思いがあったんだと思うんだよね。だからそのうさぎ跳びも含めて、うん、もう本当に今はもう目に浮かぶよ。いや、でもそれは本当そうよ。あの山下さんが、うん、まあ、何言っちゃってるのと思ったけど、けどね、でもああいう風に引っ張ってってくれたからできたのが大きい。そう、あの作品全体にね、その山下さんのね、意気込みとか思いがね、ものすごくあったの。いい作品にしようと思ったんだけど、結構あのだから朝から晩までそうやってやってたんだよ。でそれでそんな思わないでちょこっと来て、でもみんなすごく印象、あのね、見てる人は印象的だから。さあそうだよね、あのさ泥だらけのさ、もうなガキどもがいっぱい泥だらけになってる中にいきなり真っ白な格好で、そう場所から失礼しますって言ったら、それは何これ誰が何を降りてきたのと思うもんな。ほらみんな伊藤和恵のファンだよ。綺麗だし、レモン、レモン投げながら登場して、そうだよ、なんだか意味不明だよね。節子が、あの節子ね、そうだよ、もう女の子はそれしかいなかったね、好みと山下さんの奥さん役、ギリギリ3人ぐらいしかいなかったから、あとそうだよ、坂上明とか、あの人たちはいていないような状態だから。吉見さんね、言わせて、あ、吉見ちゃんもいたから、うん、そうか、怒られるな。あっちは大変だったでしょ。だってあのいつマネージャーだからさ、いつも一緒にいたよね。夜間持ってね。この前も言ったけど、あの山下さんのことをね、恨んでるからね。いや、恨んでる。かわいそうにさ、かわいそう、メイクしてさ、俺現場に多分いたんだよな。あのくすぐってて、くすぐってて、椅子から転げ落ちてひっくり返ってんのにまだくすぐってて、もうやめてっていうのをみんなに、そのなんかひっくり返った状態を見られた状態で、吉井ちゃんもやめてくださいって言って、それはそう、山下さんちょっとしつこいとこあってさ、まあちょっと B 型だから分かるんだけど、安もそうなんだよね。あのダメな時にこうグッていっちゃうことがある。だからもう標的、私本当にあの山下さんだけど、 あの時の山下さんはいいですね。まあ全体的に許してるんだもんね。好きな謝礼は分かるんだけど、いや、当然悪い人でも何でもないんだけど、僕だって、え、マジですかみたいなことを真剣に言うから、女の人なんかはちょっと引いちゃうかもしれない。そうなの、男の私だからさ、ね、ちょっと通じるとこあるけどね。なんだよそれ、マジですかみたいな、男だってそうなんだから、女の人だったら、あ、私ちょっとダメみたいな。受け付けない。そうそうそう、悪い人じゃないんだけど、ね。悪いんだけどね。そうそうそう、長く付き合ったりするとさ。いや、面白さは分かって。いや、もうね、熱い人だしさ、涙もろいしさ、そう、純粋なんだよね。優しい、純粋なんだ、ピュアなんだよね。そうそうそう。だからそのピュアさがさ、あの、そのまま投げつけられてもさ、そうそう、ちょっとなって感じ。そうなんだよ。その純粋さをね。お前勇気、お前骨折するぞってもう他にそういうのが流通して溜まってるところがあるから、そこに行けば部品取りができる。そう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 、できる。